はい、こんにちは。はじめまして、アメテスと申します。本日より YouTube に投稿させていただきます。YouTuber として、鉄道系の動画を、アップしていきたいというふうに思っております。見ていただける皆さんに、楽しんでもらえて、またためになるような動画を作成してまいりますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。まず自己紹介としまして、まずなぜアメリカなのかということをお話ししたいと思います。アメリカとのアメと鉄道の鉄、このアメと鉄を合わせたものが、アメ鉄というふうになっております。このアメ鉄という名前にしたのは、ちょっといろいろと理由があるんですが、私、アメリカ史専攻の大学院生です。皆さんご存知の大学、4年間、あるいは5、6年間ぐらい勉学を積む、そういう、大学の上にですね、大学院というのがありまして、大学院は、大雑把に言えば研究者を養成するの場というふうに、考えられる、言えると思います。この大学院の、大学院にいて、私は6年目というふうになっております。で、私はですね、アメリカの鉄道史というものを専攻しております。日本で言いますと、1人か2人かな、私以外ですと1人か2人ぐらいの割と、小さな、研究分野なんですけれども、ただこれを研究していくことでが結構アメリカを理解するには面白いということを、研究をしながらも感じてきているところです。私自身の研究テーマは鉄道が作ったアメリカということで、アメリカの例えば政治制度であるとか、社会保障制度とか、あるいは、労働規範みたいなものが、鉄道というものによって作られたということを、実証していく、証明していくということを、しておりまして、私がやっているのは、19世紀に、今から150年前、200年前の話ですけれども、ここで出来上がったものというものが今日の私たちの生活につながっているというような、現代アメリカを作っていったということを、話していければなというふうに思っているところです。で、私はアメリカで市場調査というものを、年1回ほど行っております。今年も行ってきました。7月に、カリフォルニア州に行ってきたんですけれども、そこの鉄道博物館や大学図書館に行って、調査をして、調査するといっても、例えば、その150年前、200年前書かれたような、本であるとか、また紙の、手書きの文章を、カメラに収めて、それをこう集めて、日本に帰ってきて、それを読み込んで、読み込むということを、していくわけです。で、その結果を、国内外の学術大会での発表であるとか、また雑誌論文を投稿するというふうなことをしておりまして、で、ゆくゆくは本を作っていきたい、そういうふうに考えております。鉄道が作ったアメリカという本で書けれたら嬉しいなというふうに考えているところです。で、このチャンネルの配信動画を、3つ、考えております。今、予定ですけれども、大体こんな感じだろうなっていうものがあります。まずは、アメリカなど海外の鉄道の動画、これがまず第一です。今回のアメリカに行ったその時に、いろいろ鉄道に乗ったんですが、その時にいろいろと、駅の様子とか、列車の乗車風景っていうものを、中の風景っていうものを撮ってきました。で、それはアメリカだけではなくて、これから行く、例えば、国々の、鉄道動画もアップしていきながら、海外の鉄道について、いろいろと、アップしていって、あまり知られていない、事情であるとか、そういうことを、お話しできればなというふうに思っております。もう一つは、海外の鉄道ニュースです。鉄道ニュースの日本ですと、例えば鉄道ファンとか鉄道ジャーナルというものがありますが、海外に関しては、あまりそういう情報というのは入ってきません。アメリカであるとか、また諸外国の鉄道からも結構面白いということもありますので、それのニュースを、私が翻訳する、簡単な翻訳する
形になると思いますが、そういうこと、その情報を皆さんに共有したいなというふうに思っているところです。さらには国内鉄道動画です。これはまあ皆他の鉄道系 YouTuber の方々がやっていらっしゃるものを参考にしながら、私自身の視点も加えて、独自の視点も加えながらお見せしたいなというふうに思っています。その独自の視点というのは何かと言いますと、研究者視点で鉄道に切り込むということです。例えば、鉄道系の YouTube といったら、この電車に乗ってきました、そしてこの全面展望があってっていうような話で、例えば、常磐線や総武線の全、運転席から撮った映像であるとか、あと車窓の様子とか、あと車内の様子とか、そういうものを撮ることが多いと思いますが、そこに私自身の、特技というか、私自身のライフワークである研究者っていうものの視点から切り込んでいきたいなというふうに思っております。それはですね、見てのお楽しみということにさせてください。いろいろとこう企画は考えておりますので、次に配信する動画でもしかしたらその断片をお見せできるのではないかというふうに考えております。さて、この動画も7分ぐらいになってしまいましたが、以上で終わらせていただきます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。